鮮明ならんと。さあ始まっております。ドラは何でしょうか。これは、はい、締めの大丈夫。親番は加藤タン、加藤タン改め加藤タンですね。違うか。この間ですね、丸山プロに、サインいただくときにですね、加藤タンという歌のつもりなんですけど、加藤タンになったという。どうですね。加藤タンでいきますから。加藤タン親番ですね。これセンスさん、いいシャンテン、ドラマ三層。お、三つおくんいいぞ。三つおくん頑張れ。市場が入っております。市場が入っております。先ほど打ち終わりました春さん。今日はどうでした？今日は2着トップだったんで、はい、なんとか。めっちゃいいですやん。チームのプラスポイント持ち帰って、お、ね、これは、はい、あ、これは、おお、カンちゃん、うん、カンちゃんをどっちか払う。そうです。吐く。プニキが吐くドイツ。あ、でも、3点？1、2、3、それ。1、2、3見える？いや、まだ漫才第1、2、3やったら多分3点かな。3点かな。さあ、セイスさんは、うん、さあ、みつお君、あ、リャンゾーで、これでドラ受け、いいけども、ドラも積もるしかほぼないみたいな。まあ一応、リャン関係なんで。そうやね。あら、うん、なんかもう一人いますもう一人、誰ですか。ピースで映ってねえんだった。ハツさんがおるよ、ハツさんがいました。どうも、ハツです。さあ、ここでプニキが、ポンテンが、プニキさん入りました。プニキさんはこれ、チェリードルフィンズ。元飛びさんの、元飛びさんの、これ。さあ、まあ、プニキさんに本店が入りましたけども、そうなんだね。さあ、どうなりますか。お、ここで親番の角端にも、角端にも本店が入りました。角端にも本店、カドタンになりましたですか。カドタンは、プニキが上がりました。プニキくんが、プニキさんが初の、誰ですか、誰ですか。初、は、みつおくんからかな、はい、ちょっと待ってよ。確かね、みつおくんから、ちょっと待ちましょうね。いいですか、みつおくん。いや、ちょっと待ってよ。多分ね、みつおくん、点数が。うん、多分ね。そうですね、生産が出てますね。そうですね。みつおくんから、1000点の、はい、さあ、オープニングはチェリードルフィンズプニキさんの先天軽い上がりからスタートしてまいりました。さん、トーン重ねましたね。お、みつおくん、あ、トーンがもちもちもち、いきなりマージャンあるあるですね。あるあるですね。まさにマージャンあるあるが。どうでもみんな結構手が悪くないですね、うん、みんないいよこれは。なんならみつおくんトーンを落としていってもいいよ。みんなトーン落としてもいいじゃん、プニキもね。さあ、加藤さんが赤1枚、うん、さんも悪くないですね。みんな打つのと行きづらいかな。みんな打つのが早いメンバー。早いですね。お、これでカンチャッソずっぽし。ただダブトンが出ない、ダブトンじゃない、ダブトンではない、あ、そうね、トンが出ないと進行しづらいですね、うん、おお、いいじゃん。それに続々と、お、うん、これでヤン関係の受けができた。加藤さんちょっと遠いですね。カドタン遠い。お、まあ、いいっす。あ、これいいっすね。これでいいっすね。さあ、あ、これでトン切っていくかもしれんけども。そうですね、形ね。あ、ここでプニキがパーマーアンコ。いい、ツモが伸びとる。カドタンが一番なんかちょっと。タンヤオケ、カドタン。はい、いけそうな感じですね。ねさあ、早い。めっちゃ早いですね。F1 か、ね、時間制限ありますからね。そうです。おお、すごいとこ引いた。いいとこ引いた。これどうする？これは3万。3万を切って。水槽も頭ができて。うん、お、これは。ちょっと見ない。見ない。でも、うん、トンはもちもちだから重なることはない。さあ、ズームしろ。ズーム。最近いらない。さあ、せいさん、あ、使いたい、ね、使いたいですね。僕カンパーマン落としていくから、うん、シーソーか、まあ、頭をまあちょっと固定させたみたいな、
ドラがパスそうなんですよね。あ、そうか。そうなんです。難しかったね。はあ、じゃあ角タン、これドラドラじゃん。うわ、赤丸持ってきた。すごいとこ引いた。わ、これスーアンコいいじゃん。これはチーマンでしょ。チーマンですよね。モグチーマンですね。あ、違う、もうこっちの決め打ちだ。お、すごいとこ引いた。サブロムさんのリーチ入りました。黒麦スープ生産、チームリーダーがチームを救うか。黒麦スープ生産のリーチが入りました。さあ、ここで三つ岡ちょっと檻に回っておりますね、これは。これはね、もう三つ岡、トンも切れんしね。確かにそうですね。さあ、お互い切れないですよね。持ってそうな、明らかにカドタンさん降りないですよね、うん、このカドタンさんはね、もうまっすぐ行くね、行くでしょうね。これはさあ、これウソパッソとかあるんかな。あ、ウソコニ1枚、ここ1枚パッソはドラで、ま、なんか誰も持って、あ、ここに1枚あるかってことは、パッソも1枚、ウソも多分1枚ある、ありそう。うん、あー、ウーマンがちょっとよく、ウーマンここ1枚、ウーマンは、あ、ウーマンない。これはパッソウソ1枚ずつあっても1枚ずつだ。サブロモンもでも意外とないですね。ない、ないと、ほんと意外とないです、はい、結構持たれてます。さあ、カトタンはスイスのこのサブロモン待ちなんですけど、ね、結構持たれてますね。ウーマン、ここに1枚、おっ、ここで、わー、リーチ、え、クニキさんがリーチは何待ちやった？何待ち？多分シャボ待ちはず、シャボ待ちのはず。トントなんかの。スピンの壁でジャンピンぐらい行きたいか。ジャンピンぐらい押すか。押したいですね。まあ自分がこんだけドラ持ってたら、ね、あ、じゃあそんなに点数高くないだろうっていう。うん、まあ親にちょっと行くのはですね。そうね。さあ、クニキさん何待ち？リャンウーマン。リャンウーマン。あ、リャンウーマンどうだ？リャンウーマンは？ああ、使った。ここで、ね、降りるとて、カトタン降りる牌あるのか、これは。ですね、パッソドラでしょ。いや、ないんじゃないですか。ね、ないよね。もうなかったらまっすぐ、多分僕、リャンワン切ってますね、これ。ね、おさすが、カドタン。さすが。さすが。すごい。なんか筋なんかな。ですかね。さあ、これは、まあ、ここで。せめて親には打ちたくないって感じですかね。そうやね。さあ、マンズ対決。マンズ対決、どちらに軍配が。カドタン、意外にこれチートイで粘っとる。粘っとるですね。あ、詰まった。生産、リーズモ、リーズモ、リーズモ1000ゴール、うん、詰まるね。で、にゃんにゃん30ですね。1000ゴール、1000ゴール、いい上がりですね。生産、親番続行で、親番続行でリーチ合戦を制しましたね。制しました、制したね。リーボーが出てたんで大きいですよね。そうね、またそう、親番も連チャンしね、はい、さあ続きましてトン2曲、親番生産連チャンで重ねました。お、生産乗ってきたか。チーム黒麦スープを救えるか。チームリーダー、お、プニキが、プニキさん、もはやピンズの一通が完成している模様ですよ。打点が超ある。さあ、でも生産ハク泣きますかね。ハク、あ、出ました、噂のハク。あ、泣かなかったですね。まだパワーピンがまだくっついたかった。さあ、2枚目ハクは泣く、うん、2枚目泣くんですよね。生産は基本あの砲立て案件、安いしだけは泣かないですね。落としていきたいみたいな、うん、多分タイプですよね。落としていくかもしれない、これ。お、プニキさん、やっぱりもうシャンテンですよね。うん、シャンテン2面カンパーピン、お、2枚泣いた。さすがに親番に月泣いたぞ、うん、ましたね。ただちょっと残りの形苦しいそうですね、先生ね。そうでしかね。お、ここで1つ、2点パスだ。プニキさん、テンパスだ。ドラ1か、ドラ1、2000ドラ1、うん、さあ、この数万ちょっと発射台、さあ、え、誰が発射台これ、うん、カトパンさんも、ほんまや、セイさんも両方出そうですね。セイさんはくっつき用によっちゃ出るね。そうそう、あの、ウーマンの方じゃなくて、チーマンの方がやれば、うん、さあ、どう、お、これはこれ、あ、でもドラ、キューピンでも使いづらいから切っちゃうか、でも、さすがにでも、うん、パーマンからいったね。さすがにやっぱまだパーピン、右が789で泣いてるからちょっとやっぱり切りづらいですかね。うん、それは、それはあるかもしれない、うん、さあ、どうなりますか。これでさすがにドラ打つか、
さあどうなることか。さすがに国家ガゼン有利って感じですね。ガゼン有利ですね。ですねこれ。ここで。あカドタンが。あカドタン報酬。カドタンから。カドタンから。一度第一。2000点ですね。2000点です。ヤンマン30分。おっす。さあ早くも。いやカドタンさん不運ですね。ねうんですね。いい手や、いい手や。ソサンゴのシャンペン潰されたね。ちょっとそこ入ってきよんで。さあ、親番がマンゴーヤーンの三つお。三つおさん。三つお。悪くないですね、三つおさん。三つお、悪くなかった。悪くなかったです。さあ、次。あ、でも、セイさん、セイさん、ちゅん。みんな結構悪くないですね。どっちで、あ、本当だ、三つおくん頑張れ。おー、いいとこ行った。これはいいとこ行った。これはいいとこ行った。嬉しい。あ、ここも嬉しい。皆さん手がこれ軽い軽くて。カドタンさんシャアですか。うわカドタンさんシャアなら全然セイさんもいいですね。これぶつかりがなりますね。みんないいねこれ。ぶつかりそうですね。あでもここはでもあまた点数ないけど早そう。早いってかもういやみんな早いぞこれ。早いですね。みんな早すぎる。ちょっと早いよ待って待って。実況追いついてますね。いやもう言葉が出てくる前次に行ってしまったわけ。ペンサンソーも、うん、しかも何までいい。ドラルシ先生リーチがね、偉いっていうことなんだ。でももう、あ、何を頭にするってことか。テンパネ構想やな、これは。ちょっとだけね。さあ、みんな、これで両面変化ですね。みんないいね。あ、そっか。三沢さん、ドラが言いそうだからね。あ、なるほど。あ、ドラ言いそうか。さあ、でも、もう見るからに、人気が一番早そうですね、これね。人気を、あなんかちょっとチートイっぽいですね。ちょっとチートイっぽい。シャンペンかも。さあ、あー、三つ子のおじさん。三つ子さんね、ペンちゃんかんちゃん、ペンちゃんかんちゃんの部分がちょっとね。まあ、かんちゃんね、やんかんやから、なんとか、まだいいけど、みたいな。さあ、せいさんこれ、のこさん。チート見るからね、うん。各残しておきたい。あー、ピンズが。さあ、なかなかテンパらない。トニキ選手。さあこれカドタンが追いつかない。追いつかない。さあみんなイーシャンテンが長い。長いですね。さあ引くか引かない。うん、セイさん張ったらリーチします。一応今ゴロチの方に、うん、ゴロチ見たね。はい、あいつの間にかなんといつになってた。うん、これで安牌コーのシャアを抱えて。そうですね。泣くんか。ないか。泣きましたね、トニキさん。なんちゃらでした。うん、出上がりが効くように、うんうん、ナンポンして。あ、これなんちゃか。ですね。まあ、シャンテンシャンテンで変わんないですけど。うん、これはもう、コバですね。これ俗にコバと戦いだ。確かに。さあ、イーシャンテン、カドタン。つまらない。さあ、イーシャンテン、セイさん。リャンシャン、リャンシャンテンの。遠い、あのね、晴れば高いですよね、三津尾君。そうだね、三津尾君晴れば、ドラドラぐらいあるけどね。うん、セイザが、あ、違うけど、そうですね、3番落として、まあ両手むしろ本密も、あ、それまでね、あるかもしれないですね。あ、本密がここで、あ、これでスッチーマン待ちになりました。スッチーマン、またスッチーマン、またスッチーマンですね。またやつはスッチーマンに愛されたのか。お、セイザ来たぞ。これはセイさん、リーチそう。これはチャス、いや、これチャスそうや。いや、リーチするやろ。むしろウーソ、ウーワンを落としていきたい。あ、でも、親だし。赤やけんね。いや、ですね。で、これ、ドラが近いけん、絶対チャスそう、ほら。お、セイさん珍しく。64玉。あ、ミツオ君ピン。いや、でもセイさん親ですよ。あ、後ろか。あ、違うか。違うか。うん、ミツオ君今親です。さあ、チャスはでも、みんな。堅実な玉。あ、ここで。おぉ、基本的には。チャッソもうあと1枚しかないね、たぶん。雰囲気が引くと止まらなさそうですよ、チャッソ。確かに。みんなね、2枚はいらない。100分は一応マックス取れば。キッソさあ、64の、64対1000点の戦いだ。さあ、角田がここに追いつくか、追いつかない。さあ、これは変わらない。もうあんまり。おお、いいぞ、伸びた。ただ、ペンちゃん、あまたスッチーマンの。何のみ水戸さんから。
伊藤さん結構捕まりますね今日。今日ねちょっとさっきも連絡してたんですけど割と捕まってましたね。まあでもこういう日ありますもんね。マージャンやってると。いや僕も今日春さんと同卓した時ボッコボコにやられたマジで。いやボッコボコ違うやろ。ボッコボコ。そうそうボッコボコに、ね。ボッコボコにあったん春さん。いややってる。マジ手入んなくて。最後、うちさんの入力だけ上がったな、ね、リアンウーマンね。そう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 、あのリアンウーマンなかなか薄かったのによ、つまり上がってて、いや、ハッサン、勝負はまた明日じゃないですか。あ、そうですね、本当に明日もありますね。指名試合が、あ、そうなん、レフティ対決、はい、レフティ対決、レフティ対決、カメラをどっちが手に入れるのか。いや、もう明日もカメラ抜きでもガチで、はい、はい、まあ、あ、そう今日もガチですけど、もちろん。いや、明日はちゃんとあれ、明日ちゃんと、はい、あの流します。あ、本当ですか。締め試合。締め試合。あ、そうなんですね。マジです。俺、スイッチャーの解説やります。ありがとうございます。スイッチャーで晩ご飯を勝ちたいな。あ、でも明日あれやな。タイチャー漬けが休みの日やな。何の解説者ってやると。さあ。全然見てなかったですね。さあ、ドラは何ですか、春さん。ドラは何でしょう。こっからちょっと確認しましょう、まず。はい。あ、でも、三つさん捕まってる割には、カドタンさんがラスメなんですね。そうそう。あの、小林やけん。ドラ3万ですね。3万ですね。うん、3万。今現状はここに1枚かな。めっちゃいい。うん、久しぶりだよ。あ、貼ってないか。貼ってない。統一、統一なんですね。これだ、うん、どこかをほぐしていくかというこ、ん、と、うんうん、で、その中で、から入れると。これは生産は、水道室の方。重いな。うん、さあ、三つ男どうだ。三つ男悪くないですね。三つ男いいぞ。いい中盤。よし。いいシャンテンかな。みんな早いけんね。シャンテンっぽいですね。国さん、赤か。ここはスーソー引きたいがどうなる。ヤンゾはヤンゾはちょっと違うな、ね、思い切って縦引きでね、あんこになったリーチやね、うん、さあ、三つおくんが分からん、手が見えん。最初ランカン気になりましたが、うん、ランカン誰、え、今の三つおくん、三つおさんで、1ターン5なんで、ピンズので、5が赤いんで、お、いいね、じゃあ縦に3、4、5、5、お、3ビート、お、いい3ビート、さあ、いい3ビート引いて、あ、こっちも白統一、ま、ですが、どうする、でも赤赤いね、うん、ね、今のピンコで赤はもう絶対使いますので、お、山だけはいらない、山いらないですね、山いらじゃないな、またね、ま、こっちいる、チェイさんチートの方に行かないで、正解だった、さあ、ロビした、おー、これで3、いい、3、4、いや、いまだ、まだです、今、まだ、リーチしたまだ、まだ、まだ、いや、テンパって、失礼しました、3、4、5、6、7なんだよ。大チャンスだろうと思います、ね。いやでもリャンパーマンがね薄い。うん、そうですね、結構ああ薄い。三つ星引けるのか、ね、いいピンでもいいよ。チーマンでも。さあ、ど誰が一番早いんだ。数万はもうドラが3万なんでちょっと差し子の変化ですね。見ながらね。ここがなかなか勝たないさ。勝たんまねちょっと受けが。そうですね。受けが狭いもんね。うん、さあ、ああリャンパーマン。本当？うん。234のタツ。234のタツ払ってきました。おお、これはいいとこ引きました。さあ、いいシャンテン。これはいいとこ引いた。これは。住んでれば。さあ、一応これでカンちゃんに取れますが、うん、どうするか。する。チーピンライト見るか。うん、取りそう。そうですね。うん、でね、あの、ロソ横伸びすれば横伸びしたんでまた使えますからね。さあ、三つ男頑張れ。にゃーん。さあ、もう形決めましたね。来ましたね。さあ、右、そう、右キア、右キアポンができれば一番、うん、そうね、おー、大砲の戦争引いた、さあ、これでもう武蔵か、これで引いてます、実際と赤、赤いジョットともいけます、うん、もう、あの、チートイにしとけ、うん、うわぁ、うわぁ、三つ男さんがね、きついな、これ、やばい、やばい、引いた、最後の一枚が引けないですよ、ね、引けないですね、うん、確かに、で引けない分ブクブクにして、うん、でリーチかけられた後に引いて、そうそうそう、行ったら当たるんですよね、大体なんか、さあ、カドタンさん、これでイスチーピン、うん、イスチーピンの形になりましたね、さあ、おー、テンポあった、これはささみリーチが行ったよね、行くのは行くんだけども、さあ、カドタンは1枚いた。さあ、リャンプ、そう、ほぼあとあっても1枚ぐらいやね、これ。嘘、そうですね。嘘がないんやないかな。ウーピンとハク。ウーピンもハクはあるんかな。ああ、ウーピン。ハクは多分ニヤマ。確かに見てないですね、なんかハク。うん。ああ、ウーピン。冷え冷え。さあ、カトタンが。
追いつきたいね、これね。追いつきたいですね。うん、ウーマンポンのニャンピン切り、一応ね。追いつく。はい、追いつきはしますね、安全に。さあ、どうなるか。セイさん。セイさん、ちょっと。さあ。やっぱり一白ドラドラドラ私一白ドラドラ8000の宝珠となりました。8000ですね。これは三尾さんから三尾さん漫画ですね。勝負手からね。もうでもどうしようもないですね、今のは。あれはね、どうしようもない、しょうがないです、しょうがないです。多分誰が打っても、うん、あの不結果宝珠っていうのは避けられない、うん、どうしようもないです、勝ったと思います。そして飛び気がまた良さそうです。そしてめっちゃ良かったです、ミキさん。めっちゃ良かったですね、ドラドラで。あ、でもまたこれもぶつかりそう。形は悪くなさそう。三尾さんかなり苦しい。三尾さん白泣いていくな。ミキさんめっちゃいい。ねえ、むっちゃいいよこれ。めっちゃいいっすね。もうリアンシャンテンや。あ、でも加藤さんもドラメンツ。うん、でもここも生さんもドラメンツ。なんかそんなのが三尾さんですが、でもチートの方行けば。チートいいですね。そうね。チートやな、これ。わあ、またドラ。またドラ、ドラさん。これすごいな。ダママンガ。いやですね。おやま。タンヤオで。これ抵抗できそうな人あんまりいなさそうですね。違う、もうこれダマでしょ、これ。ダマ。4万点。三つは三つじゃないの。雰囲気ダマや、これ。いや、ですね、確かに。ほら、ああ、かわいそう。誰が行け。あっ、うわぁ。誰が掴んじゃうんだ。やめてくれ。三つさん、怖いな、これ、こういう時。いや、取った。取った。スモピンドラさん。スモピンドラさん、2000円。4000ですね。4000円。あ、すみません、4000円か。ずっと漫画、うん、いやもうちょっと圧倒的ですね。いやこれはもうこれはほぼトップは決まった、うん、決まったかもね、うんうん、あとは2着、3着、4着あるそう。引き続き国木さんの親、ね、今日はなんか全体的にね、ペーチャーいい席かもしれない、ね、確かに。でもそのプルさん、さっき3着、うん、でも出だし、むちゃくちゃ。あ、いや、プルさんさっき2着に上がった。あ、嘘つきました。上がりましたね。はい、そうです、そうです。途中むちゃくちゃね、いやマジきつかったさ、ね、あのリーチ、リーチむちゃくちゃリーチあるよ、ね、あのね、本チートはもう神様からの贈り物、ね、いやあれ、かっこよかったですね、ほんと。カトタンドラドラです。あー、これは勝負近いか。セイさんもね、ずっと形悪くないくらいだけで、ね、きついっすね。ちょっとスピードが追いついてないですもんね。そうか、手が安いな、これ。789、遠くに見えてますちゃんで、三藤さん。お、ドラドラ、カトタンさん、あれは染めに行くかな。カトタン、うん、そうですね、染めに行くもありだと思いますけど、さすがに6級ピン埋まる方が早そうか。うん、さあ、あれ負けとか漫画あるから、まあ、染める必要もないのかな。そうですね、今のね、もう2着目狙いだからですね。さあ、セイさんもこれで勝ってくれ。セイさん形よくなった。さて、さあ、プニキもプニキさんがね、ドラ浮いてるのね、左端にあって、うん、親だからポーンってね、出てもおかしくないんで、おかしくない。サリアンマンで一応どこいた。さあ、それまでにカドタンさんはね、テンパイぐらいには、そうね、持っていっておきたいですね。テンパイというか、シャンテンぐらいまでですね。さあ、一応優先だって微妙、難しいけど、パンソウとか、急走とくのか、サモギリでしょ。サモギリはあると思います。そうですね、これはサモギリ、カラギリ残したい。日頃ゴロチまで一応見えますね、セイさんね。もうちょっとゴロチはきついな。あ、そろそろそこまだ切れない。まあこれはね、おー、いいとこいいと。セイさんよかった。チビン、いや、スーワン引きました。いやー、プニキア進まん。これはカドタン対セイさんやな、これは。お、引いた。さあ、これでパス来て、パスメイトしたよ。これ、チーピン、うん、そうですね、チーピンか。さあ、初攻撃。あ、出ましたね。あ、これでテンパイ。あ、理想の。かなり出そう。理想系だ。あ、ここも、いや、ワンズ伸びた。ワンズ伸びて、伸びたというか。伸びたというか。というか、さあ、このロッキーピンが。ここに2枚。さんはもう当たらないように。もうケアしながら安全なやつを切るだけ。カラギリで想像を見せたカドタ。レイさん来ました。さあ、リピンチョ、リピンチョがない。今ピンチョですかね。
さあこのピッチですね、赤一番持ってたんで、うん、さあこの対決どっちが勝つんだ。これもう片さんも降りないっすよね。もう赤うぞ降りれん町はスッチーピン、スッチーピンですね、スッチーピン第6球、うん、さあパッと見の枚数はどうだ、あんまりスッチーピンの方が良さそう。スッチーピンね、これは2枚いくかな。カトタンさっき一番きっとそうそう、まあ勝負ですね、勝負は全然やね、これ勝負どころやね、ここ行かないとって感じでしょうね。2着3着争いが、もうみんな置いておる。どうなる、さあ9ピンかスチーピンか、さあどっちか、ジョニースープか KLB か、わあチャッソが、よし噛んだいらないこの場面でさあどっちになるか、カトタンか KLB か、黒麦生産か、ああウーピン切りづらい、でももうでもここまで行ったらって感じですよね。ほら降りられんね、そうさっきの降りたのはシャコ、わあなるほど、ウーピンは切れんと、うーん狭く、あースチーピンが降り1枚、うん、いやスチーピンもまああと2枚ぐらいあっても、さあローピン9ピン、おおそうそう大丈夫、これ9ピンの方がありそうやけどな、うんいいピン、まあここはね、水草でもなんかなんだかんだ苦しいですね。水草も関心ないのかな、ないかもしれないですね。いや角番さんが押してきてるの明白なんで、確かに、ね、これは何切るんだろう。どうだ入ってるということで、なんかいいピンか。ああ、いいピンか。いいピン、二枚あるいいピン。さあプニキ。いいピン。さあプニキさんも高みの見物って感じですね。これはそうですね。さっき倒したので、うん、さあスーソー、やっぱり9ピン来そうやな、来そうですね、9ピンなんかまだ結構いますよね、9ピンはね、多分全然見えてないですもんね、ここに1枚ぐらいしか見えてないっちゃうね。シャガは、うん、さあ意外に2人の当たり合いはないのか、全然出てこないですね、うん、伊藤さんもチーソーとかで出てしまうから苦しい、うん、チーソー、あ、そうか、筋か、ウソ3枚目、スーソー、あー、じゃあもう、スーソーで、チャッソーで、うん、もう3増もあるのかもしれないですね、あ、そうですね、だけ見てると、なるほどね、まあ、なんかなんとなくね、4枚あるから気持ち悪いみたいなね、うん、ちょっとおー、チーソーいった、うん、まあ、まあ、でもそうですね、チーソーになると思います、チーソーぐらいしかない、うん、さあ、9ピンは引きたくないぞ、9ピン引きたくないぞ、目引きたくない、でもセイさんが引く可能性もありますもんね、セイさんが引く可能性もある、え、ツモ番があと1回ずつぐらい、うん、さあ、ツモ山か、ちょっと見えませんが、でも9ピンマジでないですね、うん、9ピン全然、終わった、終わった、さあ、利権転廃です、うん、セイさんとカズタンさん、はい、ね、ここです、はい、うーん、さあ、カドタンさんの親でございます、一着つかずやったですね、ね意外と、うん、スチーピンね、ね、なんかつきそうやったけどね、カドタン理想的なポンテン、あれこそポンテンやね、ポンテンです、まさにポンテンです、はい、ポンテン、次言ったら、はい、投げつけるって言われましたからね、カドタンさんなんで、あとで俺がまた、あの、ね、入れようときに、はい、あ、カドタンポンテン入りましたって聞こえたら、はい、もう次、はい、投げつけるって言われましたお、三尾さん、お、みそ君、あ、フーグだ、フーロ、これはリーボー取りに行ったか、いやでもね、ちょっと打点、あ、でも赤赤、まあ、お、まあ、セイさんも、セイさんも、あ、セイさんも泣きました、うん、セイさんフーロ、さあ、プリキも泣きそう、カドタンさんちょっときついか、カドタンも泣ける形、セイさんは多分染めたいのかな、うん、そうっぽいですね、みそ君、シャンテン、あ、タンスがドラドラなんですね、うん、赤ドラ、うん、あ、じゃあドラ、ドラ4位や、赤、ドラ、ドラ、あ、だからそんな早く泣いたんですね、そう、ウーワンね、多分、うん、アンコニの方、3、4、5、5、5ってある、なるほど、あったはず、ほら、うじゃあ2、4、5、5、ありますね、2、4、5、さあ、一応これで広くなったか、広くなったよね、さあ、プニキもここで注意が入って、あ、次3点、さあ六球すると肩持ち軽いですね、カナさんが辛いか、まあ、セイさんも、うん、あんまね、さあ一応両面できた、うん、でもこれ何として曲がりたいですね、ここ、うん、うわ、危ない、びっくりした、初は
実質は加藤タンがなお泣くかどうかってこと。泣けないんですか。いや、なん…あ、な、な、な、何曲か。あら今何曲、あ、お前何曲か、早っ。じゃあ泣きますね。何倍やんじゃ。でやねえ、なんでやんな、なんで気づかんねえ。おー、いいとこ引いた、いいとこ引いた、いいとこ引いた、いいとこ引くね。さあ、みつお君頑張れ。お、来た来た来た、いいすそう、これ難しい、これヤンマンは、まあ、パーソンヤンマンですかね。ヤンマンやないと、ヤンマン、ヤンマン、違う、いや、違うか。僕、三蔵切るかも。三蔵、三蔵広いよ。いや、三蔵切るなら、パスやろ。うん、あ、そっか、うん、あ、まあ、そっか、そっか、そうですね。ヤンソンを使えるんです。確かに、ヤンソン、そうですね、ヤンソン三蔵を弾いたのあれは、うん、まあ、パッソは、パッソとチャッソのロスだけで、うんうん、さあ、カドタンさん、全敗が完了マンディーチ入ったカドタンさん一応、レアムエフリカルとか、三色振り返りとか、何アンコとか、いろいろルートがありましたけど、うん、だいたいカドタン超えときだね。さあ、三つお君がここで全敗カンサンマンカンサンマン対カンリアンマンカンリアンマンカ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 ン対決だ、カンカン。さあ、雰囲気悩んでるぞ。テンポ取るのか、リッキー、どうするの。それはもうむしろハクを落としていくので、うん、いいですけどね、もうこの点差、テンポ10秒。さあ、ここでリャンマンを引くのが、加藤君、加藤君、横君が。加藤、あ、このカンリャンマン。あ、これ、うわリャンマン止まった。ほんまや。リャンマン、ほんでや。ほんまや。どっちでもおかしくなかった。ね、どっちでもおかしくなかった。確かに。お、なんだこれ。そのまま、そのまま、上がりました。みつおくん、待望の上がりだ。加藤さん。8000ですかね。タイヤを4丁。なんなんです。頼りでかい。これで、お、ね、入れ替わりましたね。入れ替わりましたね。みつおくん、ナイスさん、これで2着まで。そして、せいさんの親がなくなった加藤さんはきついか、これは。きついね、ちょっときついですね。そうだ、せいさん、なんといつ、おい、赤あり。ダブなこいつ？ダブなんじゃない？いや、せいさん、親ですね。はい。ドラは何でしょう？人分も悪くないね。ドラなんだ？ドラなんです。9-1。9-1。あれ、せいさん持ってなかったですっけ？9-1。持ってた？ちょっと待って、あ、もうだから全然おわ、何引いた？いいとこ引いた。これは黒麦スープ、せいが。そうですね、プリキもきつそうか。うん、そうですね、プリキさん。うん、もう嘘切って、もうハイパー降りですね。プリキハイパー降りやん。いっぱい降りたいですね。カトタンさんは三色がありますね、七八九。三色とイーペイコと。うわぁ、来た来た。せいさん、これイケイケですね、これ。イケイケもですね。これ上がらんの見たことないね。もうこれ。フラグタクだ、フラグタクだ。ほら、これ上がらんやつ。ヒヨシさんが言うやつですね。ダメだって言ったじゃん。あ、これどんどん安いものいくら。一応チート入りの方がありますから、単品チートとか、タイヤをチート。タイヤを見たけどね。うん。さあ、せいさんが。お、ドロドロ。お、みそさんドロドロになりました。みそ君、頑張りに弱。あ、市場が。いや、でもありますね。ね。いや、市場大事ですよ。さあ、確かに。市場で言うと僕、みそさんと MVP 今争ってるんですよ。マジで？そんな言うとはるさん。さっきの多分、みそさんのラスで、おそらく入れ替わって僕が今。でも、爺様も1じゃない。爺様も多分 5位ぐらいに多分いると思いますね。すごいじゃん、5位って。まあ、まだまだでも半分ありますからね。そうですね。今日で半分が終わるからね。こっからですよ。こっからです、こっからです、まだ本当に。3回もしか出てないですけど。俺まだ、俺なんか。なんだかんだ M リーグもなんかファイナルに行ってからまだ全然リセットみたいな。うわ、すごいとこ引いた。3万ちゃん。すごいとこ引いた。3万とかが。3万、うん、ですかね。でも差し子がちょっと、ああそうですね、差し子捨てたね。まあ、ただ赤ダイレクトがやっぱり、ね、大きいんで、せいさんの性格上トップ狙ってますね。そうね、これトップ狙っとるね。まあ親番落ちたけど、おお、いいいや、これどうする、これ難しいな。チームパーマーでもあり、ただドラゴン、すげえ、まあ、もう盤石ですね。うん、せいさん、ひっつきにうちは赤が出ていくね。そうですね、まあしょうがないです。うん、まあ親リーチかけれると考えたら、うわ、カンパピン入った。カンパピン。ただ、もうやる気ない。クリスマスそうですね、もう。さあ、おー、いいとこ引いた。そういうシャンダイ。これはどうだ？ウーマンか。ウーマン、ああ、安全度で、あ、見るか。さあ、生産対カトタンか。そこに。お、でもミトさんも。ミトさんもね、いい。腹でよくなってきました。ヤシャンテンかな？お、ミト君頑張れ。さあ、カトタンが。どうだ、引くか。引いた、引いた。広くなった。さらに広くなった。さらに広くなった。リャンピンチーソー。リャン、リャンメン。ミソさんもイシャンテン。来た来た。ドラドライシャンテン。さあ、誰が一番先に。じわじわプニキさん。面白い。ハイパーオリショットですね。ちゃんだけで。
さあ、どうだ、サメちゃん埋まらないな。小さか、うん、いや、でもここがね、ブクブクに行くと思う。うん、ラスト、確かに。お、これテンパった？いや、テンパってないです。テンパってないか。うん、さあ、みつおくん、イースーマンとサブロッソ。あー、意外とサブロッソが。誰が先にリーチかけるかって感じですね。さあ、サブロッソが。うわー、あー、正解でしたね。ブクブクで。リーチ、6球目。全部これ、セイさんは全部来そう。さあ、タイムの9万は、ミツオさんの2枚。そうやね。おお、ドロッソ。これはいい位置だ。これは行きたい。これは、イスマンサブロッソ。これは行きたい。広い、そして。ただサブロッソがね、ちょっと薄い。セイさんはちょっときついか。いや、でもセイさん行きそう。うん、セイさん親だし、行きそう。で、ミツオさんも間違いなく行く。行きますよね。セイさんね、立場上もですね。意外にプリキさん。チートイの。そうだ。おー、ラスイッチ。違うよ、漫画漫画。いた。リーズも取る。漫画だ。うん。つもつも。漫画。漫画。さあ、さあこれで3着目争いも。うん。2着目争いまで見るじゃん。2着目争いまで。さあ、親は。三つおさんも親ですもんね。うん。三つおくん、親番だ。まずまずさっきの精査の立場すごい難しくて、まあ、これ結局積もられた時点で点数下がるんですけど、行って直で打った瞬間ラス目まで見えちゃうっていうところで、確かに、うん、難しい判断。コトタンさん、いつイシャンテン、すごい、いつしかもドライチいつイシャンテンでした。あー、精査もまだ形いいよ。いつおさんはちょっと苦しいですね。ちょっと苦しいが、いや、でもじわじわいけそう。じわじわいけそう、確かに雰囲気はもうおとなしくドローンね。ハイバーオリアン引くか。さあ、カトタンさん、変化があるとすれば嘘引きでー。ドラマローピン赤嘘とか引いたらまたね、変わってくるでしょう。カトタンさん一気にマジ3ピンのリーチかな。2着目ありますね。カトタンリーチしないんじゃないかな、うん、しなさそうですね。しますかね、点3ピンなら。あ、でもあるか。あ、さすがにするやろ。1ドライチで残球で、いやでもどっから上がってもトップですよ。ダンマでも5200ですよね、今ドラマあるんで。何ああ、でもね、しそうやな。芸の加藤だよ。ああ、違う、そこじゃないんだよ。お会社じゃないんだよ。そっちの三蔵かな。あ、やっぱり一応もう、今の三蔵で、あれですね、いつにこだわらない感じ。本当に残した？いや、残してないんですけど、うん、ちょっと悩んでからの嘘切りだったんで、三蔵切りだったんで、多分ね、うん、あ、そう、この辺で多分ちょっとね、チューンとかね、一旦、あ、もう、いや、もういつで行こうっていう、その悩みやったんですね。どう、セイさんがそうするとカトタンさんサブロピン結局ね、二度受けなんで。そうなんですね、うん、で、ドラやしね、ロッピン。そうなんですよ。うわー、あらー、こういうところ、ここでしょ。これが痛い。そう、だから難しいですね。赤があるって、こういうところありますもんね。そうなんですよ。ガチュンもありかなと思って。うん、確かに。そうやね、難しい。難しいですよ、本当こういう選択ね。カトタンさんが確かに数万もきっと来たいっていうのも気持ちもわかるな。あ、良くなった。良くなった。これでも2面。なあ、水がトーンが。この日はね、シレット、ちゃんと開け。うわぁ、ほんとに。1万引いたよ、1万引いたよ。うわぁ、頭と。G 点ですね。すごいね、あの人。ハイパーオリショットはずね。ハイパーオリが結局国士とかチートだからね。結構ありますからね。あ、水さんも良くなった。よし、やめ。引いてこれ。急走かな。うん、まだよ。ピンキさんと。ローピン、あー、ピンズお前じゃないのよ。うん、違うな。あー、リーチ。迷わずリーチ。お、これは。お、あー、でもこれは行きたい。一行したい。三ピン。なんだ。三ピンじゃないですか。三ピンか三万か。どっちか。お、三万。どっちもは、あ、くっつき、そうですね。どっちも優秀やし。何が優秀かっていうね。確かに。そうだ。ああ、違う。隣ばっかり。せいさんはリーチしないっていう選択肢もあったんですが。いやー、せいさんは。あ、いやいや。あ、みつおさん泣くの考えてんのかな。何？すそ、すそちして三品、一発送待ち。うん、いいんじゃないですか。ですね。親継続でね、200名まで。確かに。チャンスあるんで。現状ラス目だからこそ、まあ
行きやすいというか。入ってた。あ、本当ですね。いや、わかりしょうがないです。これは。あ、三ピンチーか？三ピンでしたね、今。チーあるか。三ピンチーだ。スネタ。そして、スネさんが何を使うか。さあ、ウッパー総体、サブローピン体。あー、詰まってた。違う、詰まってないよ。ローピンかな？ローピン肩上がりですよね。ローピン肩上がりたい？イースマン。おー、あー、すげー、素晴らしい。これは1ドライ1、2ドライ1、ヤンハン、ヤンハン、パネないですね、これね、うん、スニップですね。いやー、これはナイスキーでしたね。すごいな、すごいな、これでカトタンさん2着、うん、これがリーボーの怖さですね。でかい、300点ドライ逆転です。確かに面白いですね。すごい戦いやな。なんかプニキさんだけなんか高みの見物しますけど、ね、面白いですね。いや、これはカトタンさんのナイス粘りが出たんじゃないですか。うん、カトタンらしさが出たね。カトタンらしさ、引くのすごいな。あら、展望勝手なんで、なんでやるの、200になって、ずれてますね、ずれてるんだな。なんで後でやるか、見直しますか。これもさっきパワーやったじゃんね。マジでシュート。さあ、これがオーラス。国木さんはもう伏せれるから。あ、でも、三津さんめっちゃいいですね。あれ、イーションって。イーションってやった確か、はい、三津さん多分イーション。マンツモで2着まで上がるぞと。国木もドラドラ。カドタンさんも悪ないよ。悪くないですね。ただ、受けがちょっとね。そう、きついですね。おわ、セイさんも。セイさんも俺が上がれば2着。2着ですね。三津、両面になった。あ、両面やけど、打点がない？ん？打点どうも三津さん、いや、確かに打点が雰囲気チリしましたね。ねえ、伏せりゃいいのにさ、うん、あ、言いそう、あ、リャンゾー、リャンゾーならリャンソー待ちやけん、これは打点十分だ。あー、あー、いやー、なんじゃこれ、なにこれ、もう無理やりタンヤオとかつけに行きたい。いや、もうこれ、三蔵切ってリャンゾー切って、イスソーイスソーで、リャンゾー持ってきて、リャンゾー、ドラ何やったんですか、リャンゾー、あ、ドラリャンゾー積もって裏条件するか、うん、リーズのドライチでしょうけど、うん、リーチ来そうか、さすがにね、振り切ってんぱった、今てんぱった関東に来ましたやつ本当、うん、すごいな、上がるとまだ、まあ、上がりたいです、そうか、上がってもいいか、そうね、うん、回復で、うん、さすがに難しいな。さあ、まだね、一段目やけん、まだリーチはいかんよ、ね、ですね。ドラ引いてリャンウソとかでリーチみたいな感じですか。さあ、カトタンさんがこれで一本出し、お、イシュシャンテンですね。じゃあ、あ、ドラがリャンウソか、うん、なので、おいと、あ、いった、あ、これでね、まあ、現状2着目なんで、まあ、上がりますってことなんですかね。いや、これでリーチいくかもしれない、まあ、セイさんもミツオさんも間違いなく2着狙いからですね。これでリーチいかんか、赤もあるしな。リーズも、あ、でもそうか、三津さん、リーズもドラ裏でいいですよね。ドラ裏条件ね。そう、うん、だったらもうリーチで良さそうな気がする。あー、しちゃった、しちゃった、しちゃった、あー、やばい、これはリーチに行けなかった。だからもしかしたら、あ、いってなかった、3ピンか、あー、難しい、うん、もうリーチ、リーチ、うん、ですね。さすがにもうイスソー対カンロソー、あ、そっか、プニキさんでもプニキさん差し込みもあるのかな、もしかして、うん、差し込みありそうですよね。なくもないね。ただやっぱ装填も大事なんで、まあ、そうか、差し込まんでも取ってやろうね、そうですね、乗せていいんじゃない。あー、リアンパーは、まあ、じゃあ上がるわ、あるあるですね。さあ、そう、カドタンさんさんが3色で見えない、うわー、これ貼った、サブローマンだ、これは。さあ、リーボー出してね、あ、リーボー出して落ちるよ、行かないですね。やっぱやっぱり、わー、これはリーチだ。これリーチだ。うわ、トントナン待ち。トントナン待ち。トントナン待ち。これ強そうだね。リーチ行くやつ、ね。いや、リーチしないと思いますね。うん、あ、でもあれか。なんだけ上がり。うん。そうか。リーボー。いや、おお。あ、そっか。それでいいのか。うん。シレットあれやね。プニキ5パーあるんやね。お、これまた貼った、終わりましたね、また数万キロなんだけど、多分、いや、さっき売り万切ったやろ、うん、売り上げた、うん、マンズだ、うん、さあ、積もれるか、あー、リャーマン、ウッパーマンでしたね。あ ー, あ, ーあ、これ4歳ですよ、どこいた、ね、雰囲気はこれでむしろ折りやすくなったか
降りるって言うても肺がパーマンがあるから。そう、今パーマン増えてるんで。やんまん。さあ、なんだ、なんぶだ。さあ、ね、せいさん降りれんもんね。うん、でも撃ったらラス目がまで見えてしまう。そう、だから一旦飛んで回るとかいう手はありそうですけどね。あ、ほんまや、安全に。そうですね、一応ポンしてから、うん、とかの復活は全然あると思うんで、うん、さっきもそろそろ年貢のお金ですか。これでパーマン。確かに、パーマンですね。さあ、プリキさん行く理由がないですもんね。まあ、でもあれか、もう早めに行ったよ、行きましたね。ああでももういいのかって感じですかね。いいか、確かにこの点数ならなんじゃあの野郎、もう打ってでも終わらずに来てますね。でもトップでしょっていういや、それでもないドラ打ちは ね、あ、そっか、ドラドラのそうね。3000、ここに来てしまった。やばい、こっちがなんか積もりそうな、なんか取り逃げ持っていきそうな気がするわ。さあ、カドタンさんも一応ね、フリキさんでずっと意識はしてる。持っていきかねえですね、フリキさん。嘘がもうどうしても綺麗に。嘘は取ってたっけな。いや、取ってない。取ってない。当たり牌。あ、そっか、そうですね。当たり牌ですね。まあ、これはもういかんやね。あ、これ、一応。あ、フリキさん。出た。上がった。まあ、上がる。まあ、上がりますよね。ポッパーです。3、8。そうですね。30。どこが開けないっけ。上がりやめやすい。あ、上がりしない、しない、うん、強欲な振り切りでしたね。ねえ、200点さっきやってないのかみたいな、不思議だよ。200点200点で変ですね。変ですよ。300点ですよ。200点おー、2千5円三津尾さんの何人。あ、ほんとや、三津尾300、うん、カトタンが300違う、700違う。さあ、これはもう王子様タイム、プニオの王子様タイムだよ。誰か泣きましたね。泣いた。カトタンさんかな。ああ、まあ一応2着3着争いがですね、まだ。あ、そこは羽根つもで、あ、羽根つもで一応ちょっと木場さんが来てるらしいんで、ちょっと行きます。あ、はい。友達からめっちゃ連絡来てたんですよ。大丈夫、行ってきて。あ、大丈夫、大丈夫。これまで終わったら連絡しようか。さあ、あとはセイさんとカドタンさん、際どいですね。2着争いが。さあ、カドタンがダブナンを押して。あ、でもちょっとカドタン早いですね。形がめっちゃいいです。終わらせに。はい。お、三つおくん悪くない。どうか。多分207が分かりやすい。それのメガドでございます。さあ、形がいい。形がいい。形、おお、形がいい上にローソー。すごいね、だから。もうあれですね。もう打点もね、別に千点でもいいからですね。まあ、初点はね、できたらいいかなぐらいで。ですね。それはもうくっつき。おー、開けついた。でも短期、まあ、一応嘘ってきますか。いや、嘘ね、嘘ってもね、これね。そうですね、小さな方がいいんじゃないですか。あ、でもなんか、あ、どうかな、ウピンにも行きはしますけどね。まあ、まあ、で枚数的に、いや、一応どっちも赤があるけん、まあ、一応枚数的にウピンか、ウピンですかね。で、ウピンにくっつけばローワン切って、ローワン切って、お、スイソンもイシャンテンですね、これで。イシャンテンですか。お、しかも3色のイシャンテンですね、一応。ってことも、これ、アームゾーンで。そっか、セイさん。セイさんもね、あ、ピョタクもないんか。一本は1300だと、うん、変わる。なんか変わりますね。変わりますね。チーティング取れるから。さあ。わかんないですね、これ、マジで。わかんないです。200からそれ。面白い。ちょっと大事やん。さあ、どうだ。まずいけるか。その下でもいい。ああ、そっちはダメだ。セイさんも引きたい。セイさん、泣いてもいい。負けるのが出れば泣いてもいい。三つお君は、まあ、リーチ行くね、これ勝ったらね。かといってマンツモで届かない。どうだ。チュンタンクとか一応ありましたけど。ああ、厳しい。ひっつきが強い方は、ちょっと勝ったね。勝ったら行くでしょ。三蔵、一応、イシャンテンには。ドラゴン乗る方を選んだね。そうですね。積もった時の。
さあ、くっつかないですね。おお、ちょっと広くなった。うちが広くなりました。あ、もう先ほど。そうか、でも生産上がればいいかもしれない。振ってもいいっていう。うん、また運気が、運気が徐々に。確かに沈黙の雰囲気が。そんなんじゃないんだな、これがね。お、あー、ちょっと、あー、でもリーチか、リーチか、リーチでしょうね。確かに。でもこれは勝つと降りんね。うん、これは降りん。降りないですね、確かに。これ勝負。降りる意味がないですね。ちょっと降り気味で、テンパった時だけいいかもしれない。運気が 100% 降りると思うけど、わからん、こいつは。だからさあ、あ、これで俺で一層小さだ。いや、あれでも、あ、大丈夫か。受けると思うよ。受けますよね。うん、受けます。積もられても負ける。浮いてんかと思った。あれ？なるほど。お、しかもチーワンが一応数字になった。はあ。へえ。さあ。あ、いやがってね。あ、ここにチーワンがあるやん。あ、いやがってね。トニキはもう降りやね、俺ね。さあ。満足か？9万は。もうちょっとひっついておきたら。ね。ね、7万か半万なら。はい、確かに。ウーワンか、チーワンなら。ウーピンは切れんのかな。さっき数値、そう捉えたってことは、もう、赤ウーピンを切らんってことじゃね。ペンチワンはあと何枚？ペンチワンね。で、そこに2枚。で、あと1枚ぐらい。あと1枚ですね。ああ、どんどん短期配だ。でもこれ、脳天で変わるけんね。あ、テンパイか、一応。あ、そう、テンパイ、パウピン、うんね、ウーピンタグ、ウーピンタグ、そこはもう崩さんですね、うん、そこはもうテンパイをもう絶対に取ると。おっ、うん、ウーピンはもう切りたくないって感じです、ね、うん、もうこれテンパイで勝負ってことね。そこそこ最悪。なるほど。カドタンらしいわ。セイソン2、3点ぞ。さあ、いや、なんやかんやと、なんやかんやな、打ってもいや、まあでも、トンも切れんしみたいな感じです。よし、じゃあ飛んだ。あ、そう、ちゃんと降りた。さすがに。さあ、どうなるか。セイさんもこれ上がらんともうどうしようもないですもんね。ルーピンは？ルーピンはね、どうやろ。2枚でしょ。セイさん、ミツオさんが1枚ずつ。あ、じゃあ、もう1枚いるかな。1枚、あ、1枚あるね。じゃあ、枚数勝負だ。あ、ローマ引いた。さあ、チーム打てば？補充ですか？いや、でもさっき茶草切っとうけんね。さすがにね。ああ、ドラだ。しかしプッシュ、うん、さあ、うん、残り1回つも残り1回つも。おお、ドラ引いた。飛んだ。いや、でも今通った。あ、でもリーチやな、俺。リーチですね。69万ドラスですもんね。さあ、リーチに。このリーチさあ、まあ、クリキは飛んでいいか。あ、うん、飛んだ。いや、飛んは綺麗やね。でも、切ってもいっちゃうけど、うん、なんもないなら。まだ比較的ね。パワーンとかも。いや、せいさん、背底で6キロ掴む？背底で打ったら危ないんじゃない？リーチ一発、背底、ドラ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 裏とかですね。確かに、1万2000とか思ったらやばいですね。さあ、8000でも変わりますからね。8000で変わるね、これ、うん、あ、そこそこそこ、うん、さあ、そ、 どうなる？むしろカドタンが、ローマンアンコか、9万があるのか。なんか、マンズっぽいぞ。マンズっぽいぞ。マンズっぽいぞ。うわぁ、9万きた。これは難しい。これでも自分で打つでしょ。打ちそう。打たん人おる？ウーピンじゃないですもんね。打つなら9万ですよね。いや、わからんす。いや、転売トランプやもんね。だからね。これ打ってる人にしかわからんすわ。確かに。ウーピンか。でも、これローマンがあんこだとしたら。ちょっと馬鏡見らんとですね。ローマンアンコと考えたら9万か、はい、果てしたか危ないよね。うん、そうですね、確かに。だけど、ウーピンやけど、赤を切る勇気。俺、赤を切る勇気や。でもね、セイザン通ってないですもんね。うん、そうそう。だけど、2人にあんで、そこまで止めてたウーピンなんですよ。そうそうそう。いやこれ9万になっちゃいそうですが。いや、でもあのローピンをね。うん、多分心の中でパスと思ってますよ。何を3枚切るかもしれない。あ、それからカンとか言うかもしれない。僕だと多分9万切っちゃってますね。9万を切るかもしれない。当たりか。さあ、兆候に入りました。いや、これは兆候。これは兆候しますね。うん、結局どっちかなんですよね、多分。ね、もちろんどっちかも。テンパイ取らんと、もう3着落ちが決まっとる。いや、でも
三つおさんに言うとこラスオチまである。そう、三つおくに打ったらラスオチがある、うん、ということで降りるはある、降りるもある、うん、難しい、ね、これでも俺打つな多分一番。いや俺もなんか打ちそうな気がする。あ、今日はキリンし、いや僕ね、椅子打ちそうになった時点でウーピン切ってそうなんです。そうなんですね、だから上がれてそう、そこが、そこがちょっとね、あ、ああですよね、そうですね、リーチ一発、ドラさん、ドラさん、ドラさん、まあ、こちらなんです、マンガンですね、オッケーです、オッケーです、あ、ちょっと待って、状況保存せん、保存して訂正していかないか、あ、そうか、うん、保存確認していい、うん、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ちょっとトイレ行ってからですか、でも、あ、みそ、うん、1900点もあった、そう、リボー分で、うん、そうか、生産のリボー分か、ちょっと、はい、お疲れ様でした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 、